よう、エギルにクライン。おう、キリトか。二人揃って何してるんだ。ちょいとヤバ用でな、町の西にある民家にアイテムを届けに行くんだ。ああ、それって確か鑑定スキルに補正がかかるアイテムが手に入るクエストか。ついでにその近くにあるレストランでラーメンらしき食い物が食えるらしいから。へえ、ラーメンとは珍しい。暇ならお前さんも付き合わねえか。 SAO の時に食ったアルゲートそばの二の舞はないよな。それも受け入れるのが新規開拓の醍醐味よ。そうだな、興味あるし俺も行くよ。よし、そんじゃ出発だ。確かこの辺りに。そこじゃねえか。うわ、間違いねえ。列ができてるってことは。その代わり。なーに、この程度の列、 SAO を買うために並んだ時に比べりゃ何でもねえ。ん、向こうにいるのって。どうした。ほら、お、プレミアちゃんじゃねえか。こんなところも歩き回ってんのか。そういえば前も町の外れで会ったことがあったな。そうだ、プレミアちゃんも誘わねえか。果たして NPC の口に合うかな。それ以前にラーメンを知らなそうだけどな。おい、プレミア。珍しいところで会ったな。私ですか。ああ、ちょうど俺もクラインとエギルドで出かけてきててさ、これから食事をするんだけど、よかったら一緒にどうかな。食事？うん、ラーメンっていう食べ物なんだけど。食事？ああ、向こうで二人が待ってる。行こうぜ。いやー、うまかったな。ああ、VR の技術はこ、ゲームだけに限らない、別の可能性を感じるよな。ただよ、俺としては VR でうまいものが食えるとなると。リアルじゃ喫茶店を経営しているんだもんな。大丈夫、コーヒーと酒の味に関しちゃ VR はまだまだだからよ。どうだった初めてのラーメンの味は。美味しかったです。よかったぜ、プレミアちゃんが。それにしてもものすごい勢いで食べていたよな。こう見えてプレミアは食いしん坊だからな。気に入ったならまた一緒に食べに来よう。食事、私が一緒に。どうしたんだよ、よく一緒に食べているじゃないか。いくらうまい飯でも一人で食ってたらうまくねえもんな。飯ってのはやっぱみんなでテーブルを囲んでこそだ。現実じゃ。そうなんだよ、寂しい一人暮らしじゃ飯もうまくなくてよ。っておい、エギル。どこかプレミアの様子がおかしい。一緒に食事することに戸惑ったり、会話が噛み合わなかったり。ここ最近のプレミアはみんなとすっかり打ち解けていただけに。やあフィリア、探索にでも行くところか。ううん、その逆。どうだ、成果はあったのか。うん、いろいろとね。じゃーん、どう。どうってこれ。見ての通り、虫取り網。いや、想像もできないようなものだったから。意外と苦労したんだよ、 NPC のワンパク少年といろんな決闘してようやくもらえたものなんだから。いろんなクエストを見つけてくるな。でも虫取り網の使い道って、ただのマップ演出用オブジェクトの虫を捕まえるくらいだよな。うん、精神力と瞬発力を鍛えるのに。ああ、リーファの特訓用なのか。そうそう、これでリーファも精神力と瞬発力がぐんぐん成長するはず。きっとリーファも喜んでくれるよ。
これからも応援するって決めたからね。もしリーファが辛かったり苦しかったりしても私が励ましてあげるんだ。フィリアが支えている限りリーファはどこまででも強くなるだろうな。それから改めて私を助けてくれてありがとう。なんだよ急に。 SAO の時も今回も励ましてもらったから。フィリアがリーファのことを思うのと同じだよ。俺だってみんなを応援したい。そっか、私がまた何かで落ち込んだりしたら。ああもちろん。うん、よろしくね。よ、シノ。あ、キリト。一人で散歩か？暇ならさ、一緒にクエストでもどうだ？今、ショップを見て回ろうとしていたのよね。そうなのか。じゃあ、俺一人で行ってくるかな。あ、シノ。ん？いや、探したんだよ、シノ。リヒト。この前、二人きりで会った時とは様子が違う。ねえ、何しようとしてた？ごめん、今からこいつと一緒にクエストに行くところなのよ。え？行くところでしょ？あ、悪いな、リヒタ。その、先に行っておけばよかったね。なら、僕も一緒に。ああ、悪いけど、それもアウトなんだよ。二人で見つけた狩り場だから。うん、そうなんだ。わかったよ。約束していたなら仕方ないか。ごめん、また今度ね。じゃあ行こうか、シノ。さて、フィールドに出てきたけど。ありがとう、話を合わせてくれて。いいって、困っているみたいだったからさ。ここ最近彼に誘われることが多くて。って言っても別に強引にとかそういうわけじゃないからね。ただ一緒にいるとちょっと怖いというか。怖いって？無駄にやたら褒めてくるというか、私のことを過大評価しているような、そんな感じ。まるで私を別の誰かと勘違いしているみたい。前にシノンが一旦ログアウトしてる時もやたらと褒めてたからな。別に褒めるところなんかないのに、むしろ弱いのよ。シノ、何かあったら言ってくれよな。俺やアスナ、みんなが君の仲間だから。うん、いざって時はそうさせてもらう。ふう、なんだかんだで。シノンが言い出したんだぞ。せっかくフィールドに来たから食材をいろいろ集めたいって。お礼に取ってきた食材でご馳走してあげるわよ。やあ、おかえり、シノ。もう少しかかると思ったけど割と早い戻りだったね。もしかしてここでずっと待っていたのか。そうだけど、もうそっちの用事は終わったんだよね。じゃあシノ、今度は僕と一緒に出かけよう。おい、リヒタ。何？ちょっと、やっていることがどうすぎているんじゃないか。なんでさ、ただシノンが戻ってくるのを待っていただけなのに？いいわ、リヒタ。こっちの用は済んだから、一緒に出かけましょう。シノン、いいのか？ええ。じゃあ今日は何しようか。またシノンの戦いぶりを見せてほしいな。でも、その前に。ねえ。キリトだっけ？前に言ったことを忘れたの？シノンは君たちとは違うんだ。慣れ慣れしくしてほしくない。お前がどう思っていようが、シノンは俺たちにとって大事な仲間だ。あ、キリト。そ
そう思っているのは君だけだよ。シノンはそんなことを思っているはずがない。ねえリヒターどうしたの？いつもと違うのはシノンの方じゃないか。僕がついているから。何を言っているの？違うよ。本当の君は冷静でかっこよくて。本物の力？何を言っているんだ。お前はシノンにおかしな妄想を抱いているんじゃ。妄想？なんだ、リアルでも知り合いだって言っていたのに、シノンのことを何一つ知らないんじゃないか。シノンは、浅田さんは、そこらにいる普通の女の子とは違う。そんな、私は普通。普通なんかじゃないよ。だって、リアルの世界で本当に人を殺したことがあるんだからさ。人を殺した？何を言って。すごいよね、浅田さんは。悪人を拳銃で射殺したんだから。射殺？日本中探してもいないよ、浅田さんと同じことをした女の子なんて。浅田さんは特別だ。君たちとは違う世界にいる人なんだ。私図書館で拳銃の本を熱心に見ている時から浅田さんに特別なものを感じていたんだ。違う、あれは。悪人には裁きを下す。浅田さんは本物の力を持っている。違う。シノン、ネットで調べてみなよ。浅田さんの功績はすぐに見つかるはずだ。シノン！どうしたの、浅田さん。くそ、話が突拍子もなくて。それでもまずはシノンを追いかけないと。シノン！よかった、見つけられて。シノンの足速すぎて。聞いたの？聞いたのよね。私が人を。なあ、聞いたよ。もうおしまいね。え？さっきリヒターが言っていたことは今までみんなに黙ってきたの。黙って。仲間のふりなんて。何も言わないで。ごめん、私みんなとは。シノン！シノンは現実で人を殺したことがあるけど、シノンが望んでそれをしたわけじゃないくらい俺やみんななら絶対にわかる。なのにずっとシノンは一人で背負い続けていたんだ。シノノ、最近ログインしてこないね。そうだな。リアルで携帯の方にもメッセージは送ってみたんだけど。一体どうしたんでしょう。うん、不安で心が押しつぶされそうだよ。家まで見に行った方がいいんじゃないでしょうか。そうね、今からみんなでログアウトして行ってみる。みんなちょっと待ってくれないか。シノンに関して聞いてほしいことがあるんだ。もしかして何か知ってるの？その顔を見る限りいい話ってわけじゃなさそうだな。シノンに何があったんだ？シノンは俺たちと会うよりも前から大きな悩みを抱えていたんだ。そのことで今シノンは苦しい思いをしている。なんだよその悩みってのは。それは、ごめん、俺の口からは言うべきじゃないと思ってるけど、今シノンを信じて戻ってくるのを待ってあげてほしい。待つだけしかできないのかな。何か僕たちでしてあげられない？俺たちがやるべきことはシノンが戻ってきた時にいつものように迎え入れることだと思う。大丈夫、
言われなくてもみんな迎える準備はできてるよ。だって何があったってシノンはシノンでしょ。そうですね。シノンさんがいつも私たちに見せていた笑った顔や怒った顔が早く見たいです。うん、俺もだよ。わかった。今はシノノンを信じて待つことにするね。みんな、シノン、君には仲間がいるということを思い出してほしい。そのためにはどうしてもシノンと話をしないと。シノンにメッセージを出そう。シノンにメッセージで伝えてある時間はもう過ぎているけど、きっとシノンは本当にずっと待っててくれたんだ。ちょっと遅れちゃったかしら。シノンに会うためなら。あんたが素でそんなことを言っちゃうの。ねえ、送ってくれたメッセージに書いてあったことって、あんたも人を。ああ、本当だ。 SAO の時、まだシノンがダイブする前のことだけど。でも何か理由があるのよね。あのゲームには殺人ギルドがあったっていうのは当時も話をしたよな。ラフィン・コフィンだったわよね。ああ、ゲームオーバーが死を意味するあの世界で、奴らは多くのプレイヤーを殺していった。だから討伐パーティーが組まれてさ、その中に俺もいたんだ。討伐パーティー。作戦は相手を無力化して牢獄に放り込む。けど、どこかで情報が漏れたのか、無我夢中で剣を振り続け。そこで俺は、人の命を奪ったんだ。そう。その上、俺はもっと罪深いよ。忘れていた？なあ。俺はきっと、自分の罪と向き合う義務から無意識に逃げようとしていたんだ。けど思い出したよ、シノンのことを聞いてから。それでも殺した相手の顔と名前はどうにも思い出せない。キリト。それだけじゃない。俺は仲間を見殺しにしたことだってあるんだ。え？助けられなかった。君は死なない、そんな言葉を言っておいて。私はあなたのしたことや過去について。でもこれだけはわかる。あなたもずっと戦ってきたのね。逃げられない過去と。ごめんな、一方的に話をしちゃって。大丈夫よ、気にしないで。ねえ、一つだけ聞いていい？ああ、なんだ。あなたはその記憶をどうやって乗り越えたの？どうしたら。乗り越えてなんかいない。え？俺は確かに人を殺したのに誰からもそのことを咎められたりしなかった。それをいいことに目をそらし、忘れることでごまかし続けてきたんだ。けどそれは間違いだって今は思っている。自分のしたことの意味をしっかりと受け止めて、乗り越えるのではなく、まっすぐ見つめて、いつか受け入れられるようになるまで戦うんだ。それが俺にできる最大限の償いだと思う。いつか受け入れられるようになるまで。でも私にはそんなことできない。そんな強さを私は持っていないもの。なあシノン、みんなに会いに行かないか。みんな君のことをすごく心配している。わかった。私も自分の口から。あ、シノン。アスナ。シノンさん、よかった。ようやく会えたわね、シノン。みんな急にいなくなってごめん。理由も言わず連絡も取らないで、きっとすごく迷惑かけちゃったわよね。だからちゃんと自分から言わないといけないって思って。ね、私が11歳の時、
当時住んでいた町の郵便局で、新聞やニュースではその時の強盗犯は銃の暴発によって死んだと報道されていたけど、実際は暴発なんてしてない。実際は私が強盗犯から拳銃を奪って、そういえば私が SAO に取り込まれた時のことも、 SAO に取り込まれた時、それは PTSD のカウンセリング、郵便局での事件がきっかけで発症しちゃって、今でも拳銃の写真を見ただけでそうした過去やトラウマがあることを今までずっと黙ってた。今までずっと黙って、私はみんなの仲間だなんて。シノノ、黙っててごめん。騙してて、でもこれでよかったのかも。みんなに偽り続けることの方が。シノ。じゃあ私はこれでさよならするね。なんで？待って！アスナ。シノノの話を聞いて、今私はすごくびっくりしてる。それが普通だと思う。人殺しがそばにいたなんて。違うよシノノ。今までずっと一緒にいて、笑ったり励まし合ったりしたのに、ずっと一人で悩んできたんだよね。これからは私が、ううん、私たちがシノノのことを支えるから。シノン、あんた普通の女の子でしょ。そうですよ、私シノンさんが抱えている悩みを一緒に支えます。頼りないかもですけど、でも私もリーファさんと同じ気持ちです。仲間だもん、困っている時は助け合わないと。うん、僕もやれる限りのことをしたい。おうよ、遠慮なんかすんなよ。どんどん頼ってくれて構わねえからな。ですからシノンさん、これからもずっと嫌だって言ってもくっついてっちゃうんだから。こういう奴らだって分かってただろう。みんな、シノンはさっき自分のしてしまったことを受け止める強さなんて持っていないって言ってたよな。それは俺だって同じだ。俺一人じゃ、だからこうして仲間に頼るんだ。俺やシノンには頼れる仲間がいる。頼れる？シノノンに何があったとしても私たちは味方だよ。アスナ、今まで気づいてあげられなくてごめんね。私の過去を知っても、それでも。もちろんだよ、シノノンはシノノンじゃない。苦しんでいるなら一緒に悩もう。だから私たちを頼って、向き合っていこう、仲間と一緒に。それじゃ、うん。俺もシノンもきっと罪が消えることはない。だから支えてくれる仲間と共に